はい、水上でございます。競馬大学よろしくお願いいたします。さて今回はですね、京都記念ですね、こちらをこの競馬大学で、展望してみようと思っております。早速ご紹介しましょう。競馬ラボの鹿野くんです。鹿野くん、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。このスタイル久しぶりでございますがね、豪華な京都記念をね、はい、しっかりと見ていこうと思いますけれども、これは枠順確定後に、収録をしております。というところで、まあ、当然ね、この今年の京都記念、まあ、こうやって競馬大学で取り上げた最大の理由でもあるのが、やはりね、ドウデュースとエフフォーリアが出てきてくれたという、これに尽きると思うんですけれども、まずはね、この2頭の見解をちょっと述べてみようかなというふうに思います。まずは去年のダービー馬に敬意を表しまして、ドウデュースの話からいきましょう。まずですね、ドウデュース、私が印でね、どういうような評価をこの現時点で考えているかというところから言ってみたいと思うんですけれども、ドウデュースはこれです。お、白三角、評価低いですね。評価ちょっと低めにしました。はい、まあね、でもね、これは別にそのドウデュースがそのはっきりその力がどうとかっていうことではもちろんないです。なんといってもその復帰戦まだ走ってないということは当然なんですけど、今回が復帰戦ですからね。だから明らかに何かこう力量が落ちた、あるいは状態が悪いっていうのを見て白三角をつけたわけではないんですけれども、やっぱりね、こう馬券という意味でいくと、今回この馬を高く評価するのはそのオッズ、ギャンブルという面からいくとあんまり得策じゃないんじゃないかなということです。でその理由をじゃあこれからちょっといくつか言っていこうと思うんですけれども、まずはやっぱり次ね、ドバイを控えての海外帰り初戦ということですよね。そこが一つポイントかなと思いますよね。でなので当然ここでまあ目いっぱいっていうことはないと思うんですよ。輸送して仕上げるっていうことを考えると、ここであまりキリキリに仕上げるわけにはもちろんいかないので、それはもちろん結果がね良ければそれに越したことはないとは思うんですけれど、まあでもね、当然この G1 と同じような仕上げを施してくることはもう多分ないと断言していいかなと思います。であとはやっぱり舞台となる阪神の 2200m、 これ宝塚記念と同じコースですけれども、まあご存知のようにね、小回りの内回りというところですよね。これがドウデュースにとって果たしてベストの舞台なんだろうかなというところ。あとは血統的な部分で、ハーツクライ3区、やっぱりどうしてもね、早期に仕上げてしまったハーツクライ3区というのが、まあワン&オンリーなんかが代表例ですけれども、ちょっとやっぱり尻すぼみになる傾向があるかなと。ドウデュースがね、初めてその今までのね、こうパターンを破った馬ということなんで、この馬にはそういうなんというか常識と言いますか、通用しないのかもしれませんけれど、ただまあね、やっぱり、ちょっとそういった意味では不安はあるなと。本来ね、万世型ではあるんでね。あと距離もね、ダービー勝ってるんですけど、本質的には私はね、 2000m 前後が一番合ってる馬のような、血統からもそういう気がするんですよね。まあそうですね、ジャスタウェイタイプの初くらいっていうか、まあ紐であればジャスタウェイはね、2500とか400でも来ましたけれど、今後は小馬になってからのドウデュースはどうなんだろう、本当に一番いいのは秋の天皇賞ぐらいの舞台じゃないかなというような気がしてならないかなということですよね。まあ、なのでこの白三角はその頭なしだよという意味ですよね。対抗とか黒って一着もあるかもしれないっていう意味でつけることが多いんですけど、私はもう紐しかないっていう馬はね、今回に関しては白三角でとどめたいかなと、そういう表現をしたいかなと思うんで、ドウデュースは白というふうにしました。鹿野くん、ドウデュース白って言ったらおーって言いましたけど、はい、どうですかドウデュース。いや、全く同感だなと思って。ああそうですか。ああそれはそれは心強い、はいはい。まあ、僕の場合は適正とポジションですよね。ああそうですね、もうこれはね、ポジションってのはもう鹿野くんのもう本当盤石の展開予想ですから、はい。ドウデュースって多分このメンバーでこの枠で後ろから行くと思うんですよ。うん、そうですね、8枠12番を引きましたね、ドウデュース。はい、で、まあ、次、水上さんさっきおっしゃったように次のことを考えて出していくことも考えづらいと。うん、で京都記念、最近2年間阪神じゃないですか。うんうん、4コーナーの位置取りがこうなんですよ。去年が4コーナー先頭2番手、一昨年も4コーナー先頭2番手3番手、もうここにいないとほぼほぼ来ないっていうのがこの阪神で行われている京都記念なんですね。で、馬場状態とかペースも関係ないんですよ。これ、
去年はヤヤオモで前半61秒7、ゴハロンですね。で、一昨年が両馬場で前半、ゴハロン59秒3。これでも4コーナーの位置取り変わんないんですよ。で、宝塚記念の動画でも言ったかもしれないですけど、このコースって、東京で強い馬が負ける。うん、最後の直線の順位がなかなか変わらないっていうコースなんで、うんうんうん、ドーデュースは東京が明らかに得意ですし、後ろから行きますし、うんうん、で、まあ、色もろもろ、その、自走がどうとか、うん、今回の状態がどうとかっていうことを考えても、うん、高く評価する一番人気の馬じゃないかなと思ってます。うん、そうですよね。やっぱりその位置取りも確かに大きいですよね。あとはやっぱり3歳で凱旋門賞に行って、それで帰ってきた馬の帰国初戦っていうのはね、まあ、あの絆が G2 時代ので、大阪杯ですかね、これを勝ってはいるんですが、やっぱりそれ以外は勝てていないというのがあるんですよね。で、なんかね、臨戦パターンがね、ちょっとマカヒキに似てるかなっていうところもあるんですよ。マカヒキはニエール賞を勝って凱旋門賞も2桁着順でっていうところだったんですけれども、で京都記念出てきて3着だったのかな。まあドーデュースの、ね、場合はニエール賞を勝てず、そして、凱旋門賞でご存知のように大敗を喫してしまってっていうことなわけで、まあ見ようによってはマカヒキよりもこうちょっと順調ではないというか、数字的にはですよ、数字的には少しこう下がり基調で迎えた復帰戦で、そのマカヒキが京都記念3着だったということであれば、ね、まあそれは場所はね違うとは言いましても、別にこれドーデュースにとってプラスになる舞台ではないということをさっきも申し上げたんで、まあね、それを考えるとね、私はよくて紐3着2着、まあ、2着あればもう大したもんだと思うんですけど、まあそんな風にねちょっと考えようかなというふうにはね思ってるんですけれどもね、うん。さてじゃあ2強のもう一頭いってみましょう。エフフォーリアですね。かなり去年はもう本当に苦しい1年だったエフフォーリアなんですけれども、私は今回の京都記念に限って、エフフォーリアの評価はドンと対抗です、丸にしました。はい、これはね、だからさっきのドーデュースのことを裏返せばエフフォーリアになるかなっていう気がするんですよね。エフフォーリアの場合は別にこの後海外という話は出ておりませんし、とりあえずね大阪杯に多分行くと思うんですけれども、まあ、この馬の場合は去年があの内容だったので前哨戦ではあるんですけど、まず結果欲しいと思うんですよ。それは間違いないで、私のようなね調教専門に見ている人間でなくても、やっぱり追い切りの VTR とか足さばき見ると明らかに前走より良くなっているなというね感じはしました。有馬記念より私は間違いなく上の状態で臨めるというふうに思います。で、そもそもね小回りコースということに関して言っても、皐月賞有馬記念での強さを見れば、まあドーデュースよりはそういったコースの実績が高いのはこれはもう言うまでもない事実ですし、で、アドマイアムーンの近親という血統ですよね、まあ、当然ヒシアマゾン一族に属するわけですけど、まあ、そのアドマイアムーンが宝塚記念、まあ、強かったというところですよね、勝っているということ、そういった部分の背景、まあ、ですよね。でエピファネイア3区が小馬になってから重賞勝っているのが伊豆城の奇跡だけみたいなデータよく出てるんですけど、私は前よそでも言ったんですが、エピファネイアって本来はこれ晩成型の、血統であり、そしてそういった3区が多いと思ってるんで、それを例えばクラシックに間に合わせようと思って2歳のうちから早めに育成してしまうと枯れてしまうっていうだけのことだと思うんですよ。なのでまあ例えばこのエフフォーリアにしても、まあ、デアリングタクトにしてももちろんねそのクラシックを意識してっていう仕上げはもちろんなされたわけなんですけど、別にエピファネイアの子が早熟っていうのじゃなくて、私はむしろ真逆だと思うんで、晩成型の馬を早く仕上げてしまったことから来る弊害がここまでの数字に出てるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでエフフォーリアが逆にその去年1年間、たまたまね足元の具合が悪くてハイパフォーマンスをしなかったっていうのは逆にね余力っていうことを考えるとまあいいんじゃないのかなというふうにも思うんですよね。別にこれが大きな骨折とか屈腱炎とか起こしたそういうことではないので、そこら辺はねちょっとデアリングタクトとは違うので、まあなので、このエフフォーリアに関して足元しっかりして、そして調教がしっかりできれば、私はね復活の目は十分あるんじゃないのかな、今年23年復活の目はあるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、なのでエフフォーリアね対抗というふうにしました。これだとやっぱりでしょ、カノ君も意見一緒じゃないですか。そうなんですよ。
ポジションが明らかにドウデュースよりは前だろうと。前ですね、これは間違いないでしょうね。でやっぱ前走有馬記念であれだけ出していけたっていうのが大きいと思ってて、宝塚記念とか大阪杯って全然ポジション取れなかったんですよね。多分本当は行きたかったと思うんですけど、それが阪神が苦手だったのか、状態が悪かったのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、今回ね陣営がいろいろ工夫して阪神の克服しようとしてるのはまあ報じられてる通りだと思うんですけど、エフフォーリアが勝ちに行くんであれば、おそらくこの4コーナーではもう 4,5 番手、もしかしたらもうこの3番手とかの外、とかにいてもおかしくないと思うんですよね。そうすると来るレース、来るコースなので、もうこの位置取りが取るか取らないかだと思います。なるほどね。もう私もねそう思います。エフフォーリアは客室面でもドゥデュースに比べると、いや、走りやすいと言いますか、動きやすいところを取れると思うんで、まあ、今回に関してはですよ、これ競馬はとりあえずその先々の目標とか、あと走る競馬場のコース形態、馬場状態によって当然そのどっちが良いどっちが下っていうのは入れ替わるもんですけど、今回に関して言うとエフフォーリア大なりドゥデュースというような、ね、感じで考えております。はい、ということで2強に関しては、まあ、どちらも当然資格はあるんですよ。ドウデュースはさっき言ったように、そしてエフフォーリアもね、やっぱり実戦は違うよってことももしかしたらなるかもしれない、それはちょっとわからないん でしかも人気になる2頭ですから、こうなってくると本命はどっちにも打てないというところ。じゃあ本命といいますかね、買いたい馬、私がこの今回の京都記念で最も買いたい馬、これは何かという話に次移っていきたいと思います。私が今回最も注目しているのはダン・キング・オブ・ドラゴンでございます。はい、ですね、ただまあこれね、勝ち切るかどうかっていうより人気のバランス考えればもう福穴っていうか馬券圏内に入ってくればもう御の字というようなね、そういった意味での解体一頭なんですけれども、まあこちらもねドウデュースと同じハーツなんですが、こちらはもう叩き上げのハーツくらいと言いますかね、もう本当にいろんな実践経験踏んでじわ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 上がってきてというところですけれども、ですのでまあキングオブドラゴン、一つにはやっぱりこの距離ね、 2200m という距離のスペシャリスト的存在ということなんですよね。成績が1513、まあ1勝しかしてないんですけれども、とにかく連帯回数が多いということで、4着以下の3回もそのうち2回は休み明け、そして1回は京都ということで、直線に坂のあるコースでローテーション詰めて使ってきた時はまず馬券になっているということ。それは当然ね、相手関係がこんなに厳しいかどうかっていうのはもちろんありますけれど、ただやっぱり条件、走る条件としては今回距離から見ると一番合っているという舞台であるのは間違いないかなというふうに思います。これお母さん方がね、コロナドーズクエスト、まあ、49ers の系統なんですけれども、ハーツクライ3区はお母さん方にダート血統、母の父がダート種牡馬、これがやっぱりね、強い出世する馬のパターンでもあります。でまあ、そもそもねこの京都記念というレースは、まあ、阪神でやっている時も京都でやっている時も、まあ、なんかねこう勝ち損ねていた馬が勝ったり、あるいは強い馬相手にここでちょっと番狂わせを演じる、そういうような、ね、馬が勝ったり、そういうようなレースの性質もありますので、まあ、いかにも、こういう馬がねこう県内に入ってくるなという、そういったポジションのレースでもありますね。まあ、なので、まあ、キングオブドラゴン、スタミナはもちろんハーツクライ3区で ありますし、でスピードの持続力、これ今回求められる、こうさっきね鹿野くんもちょっと言ってましたけれど、ポジション取り考えればもうまず合ってるし、スピード求め持続力求められるコースでもあるので、ぴったりの血統配合だと思います、ハーツクライに 49ers のラインというのはね、まあ、なので、私はこの馬をねちょっと一番注目しておりますが、というところで、お待たせしました、鹿野くんのこの一頭でございます、こちらを聞いて締めたいと思うんですけれども鹿野くんどの馬でいきましょうか。はい、今年の京都記念で穴で狙ってるのはこれです。はい、キングオブドラゴンです。やったこれは素晴らしい。いや、水上さん、阪神の 2200m の重賞めちゃくちゃ強いじゃないですか。あ、まあまあたまたまですけどね。いやいやいや、でキングオブドラゴンって言ったんで、もうこれ俺出番ねえぞと思いながら聞いてたんですけど今でもこれ2人重なるのってめったにないんじゃないですか。ないですね。
ね、ないです、はい、これが吉と出るか凶と出るかですけど、でまあお話しすることはもうほぼさっき全部喋っちゃったんですけど、はいはい、まあ、とにかく激走パターンは4コーナー1から3番手で取りこぼす人気馬は後方からの差し遅れですよ。で今回、アフリカンゴールド、キングオブドラゴン、ユニコーンライオンっていうこの先行3頭がいるじゃないですか。これ去年の京都大賞典で3頭一緒に出たんですけど前半遅かったんですよ。だからこの3頭いるからハイペースになって前が潰れるぞっていうのを考えはちょっと危険かなと思います。そうなんですよね、あの意外と前に行く馬が揃ったレースってこのレあの京都大賞典とか京都記念に限らずこの阪神2200とか2400に限らず意外と競らないんですよね。競らないです。うん、で僕の予想ではアフリカンゴールド、キングオブドラゴン、ユニコーンライオンの順番としてはそのポジションの順番としては、うん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 、京都大賞典の時ユニコーンライオンが行ったんですよね。はいはいはい。でアフリカンゴールドが2番手、キングオブドラゴンが4番手っていう競馬、うん、でアルゼンチン共和国杯がアフリカンゴールドとキングオブドラゴンが一緒に出てキングオブドラゴンが先行ったんですけど、うんうん、あの直線で飛んじゃったんですよね、キングオブドラゴンが、うんうん、そうですね、はい。で前走日経新春杯もまたアフリカンゴールドとキングオブドラゴンが一緒に出てアフリカンゴールドを先に行ってキングオブドラゴンが先着したんですよ、うんうんうん、っていうことは京都大賞典と同じ序列、うんうん、ユニコーンライオンが行ってアフリカンゴールドが2番手、キングオブドラゴン3番手と呼んでます。これあの枠の並びが4、5、6番に3頭横並びで入ってるんですよね。そうなんですよ、はい、こんな偶然あるのかよっていうね、面白いですね。これね逆に今鹿野くんが言ったようなあの隊列になりやすいと思うんですよ。むしろあのこれね枠が離れているととりあえずあの他の馬の出方ちょっと目に入りにくいので自分の馬まず出しといて先行なり逃げなりとりあえずどっちになるかは別にして出していってでさて俺の馬は今先頭なのかな2番手なのかなって見たいと思うんですけどそのためにちょっと出していったことによって馬がねかかってしまってガーッといっちゃうってことはあるんですけれどこの並びだったらもうすんなり自分の両横あの、ね、キングオブドラゴンだったら両横見ればいいみたいな感じなんで、ね、でそうですね。だから逆にレースしやすいあの短距離戦だとこの並びっていうのはガーッてやって競っちゃうこと多いんですけど中長距離戦の芝の場合は決してそんな風にはならないかなっていうのがあります。であとやっぱりキングオブドラゴンって控えて競馬できてるのも大きいですよね。そうなんです。それが前走できたので、うんうん、この並びでこの3頭いたらキングオブドラゴンの3番手はほぼほぼ間違いないと思うんですよ。出遅れたりしなければ、うんうんうん、で穴ならこれですよね。もう毎年京都記念って、うんうん、そうですね。まあ、タガノディアマンテもアフリカンゴールドもダンビライトもみんな前行ってそのまま残ってる馬ですから、うんうん、そうですよね。そういうところでね、鹿野くんの見解もいただいたところで、まあ、今回ね、京都記念、まあ、エフフォーリアとそれからドーデュースの比較は私はエフフォーリアの方が前に来るんじゃないか。そして最も買いたい馬2人ともね、私も鹿野くんも期せずして、キングオブドラゴンというふうに重なりました。果たしてどうなるでしょうか、非常に楽しみでございます。というところで、次回の競馬大学はもちろん、JRA、年最初の G1 やってきますフェブラリーステークス、今年はねちょっと外国馬も来てなんか非常にメンバー的に顔ぶれが多彩、国内の大駒はちょっとね回避した馬もいますが進行勢力もたくさんいてなかなか予想難しそうなんでね、しっかりと展望してみようと思います。鹿野くんまた来週よろしくお願いしますね。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、というところで今回はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。